実質玉木首相で大丈夫なのか与党が大敗し、国民民主は大幅な躍進を遂げた今回の衆議院議員選挙。石破茂政権は与党だけでは衆議院で過半数の議席を確保できず、国民民主の協力が不可欠となった。そのため、両者が経済対策や税制改正などの重要な案件ごとに協力する部分連合を目指すことになった。 実質玉木首相といった見方もある新内閣が発足後に打ち出す政府の経済対策において国民民主が重要政策のキャスティングボードを握ることで政府の経済政策ひいては私たち国民の生活にはどのような変化が生じるのだろうか改革が不利となった2つの選挙自民党の総裁選挙から衆院選までの2か月弱の間で政治・ 経済に関わる多くの政策論争が行われた自民党の総裁選挙では9人の候補者が乱立したが現行制度の改革を明確に打ち出した小泉進次郎氏と河野太郎氏は決選投票に残れなかった逆に改革よりも積極的な財政拡大政策を訴えた高市早苗氏が躍進した石破茂氏ももっぱら 岸田文雄前首相の路線継承の安全運転を堅持したことで総裁の座を勝ち取った衆院選では政治と金問題で批判を浴びた自民党が劣勢となり同じ保守系で野党の国民民主と維新は共に政党法の改正などで政治の革新を唱えたただ成長戦略としてライドシェアなどの規制改革を訴えた維新と比べて 国民民主党は減税社会保険料の軽減や生活費の引き下げで手取り所得引き上げを打ち出したことで議席数を大幅に増やしたいずれの選挙でも改革よりも財政支援が支持されたことが共通している手取り所得の引き上げ国民民主党が最も重視している公約が所得税の基礎控除などを103万円から178万円に引き上げる所得税減税である これはパートタイム主婦の賃金が一定水準を超えると自ら厚生年金保険料を負担しなければならずその水準に達する前に働く日数や時間を抑えてしまう働き方の壁と同じ問題に対応しさらに手取りを増やすためのものであるこの改正で大きな影響を受けるのはパート主婦よりも学生アルバイトである学生は 厚生年金の適用対象外だが、所得税の基礎控除と給与所得控除を合わせた103万円をコすと、世帯主が扶養控除を受けられなくなる。これは増税となるだけでなく、扶養控除とリンクしている会社の子ども手当も失うことになる。この学生のアルバイト収入の上限が、年間100万円程度に抑制されてきた現状から、 大きく改善されるならば喜んで国民民主党に投票した若年者は多かったであろう年金改革との整合性所得税の基礎控除と給与所得控除の合計額は1995年に103万円に定められて以来据え置かれてきたこのため過去のデフレ期はともかく最近の物価や最低賃金の上昇に応じて 基礎控除額を引き上げるることには一定の合理性があるしかしそれを一挙に7割も増やすことは妥当かここは大いに議論の余地がある働き方の壁への対策としては同様の問題に対する年金保険料の改正との矛盾も生じるなぜなら年金審議会ではこの問題に対して対象となる中小企業の規模や労働者について 適用基準を現行水準よりも逆に引き下げることで就業調整を防ぐ方向での審議が進められているからだあえて引き下げようとしているのは例えばパートタイム主婦について保険料を負担する賃金の水準を高めてもそこで新たな働き方の壁が生じてしまい結局いたちごっこになってしまうからだ他方でこの年金保険料の適用基準について 手取り所得引上げを公約とする国民民主はより高い賃金水準まで負担しなくて良い仕組みでなければ整合性が取れない旧弱い立場にある自民党は彼らの言い分をそのまま受け入れるのだろうか。マクロ経済への効果国民民主が主張する基礎控除などの引上げに基づく所得税の減税の財政負担額は7.6兆円という資産がある。 注意が必要なのは引き上げの効果は高所得層ほど大きいということで不公正との指摘もある現行制度では基礎控除は年収2400万から2500万円で低減消失する仕組みだが財政負担を抑えるためにこの水準を引き下げるといった仕組みも必要かもしれない国民の耳障りのいい政策を打ち出している国民民主だが 消費税率の半減やエネルギー減税などについての公約と同様にそれら大幅減税のための財源には一切触れていないもともと自民の石破茂総裁と立憲民主の野田義彦代表はいずれも財政再建を重視する立場であった今後財源を考慮せずに減税を求める国民民主が政権に実質的に加わることで与野党間で 国民への一律給付金などの引き上げ競争といったポペリズムに歯止めをかけることは一層困難になるだろう。では、仮に大幅な減税政策が実施されることになれば日本経済はどうなるのか。短期的には円安、株高を通じて景気拡大にはプラスだろう。そのことで日本経済の構造問題に取り組みたくない自民、公明両党に お墨付きを与えることになりかねず本質的に依然として経済停滞している現状からの脱出は難しくなる勤労者の所得を増やし国民の消費を拡大し経済を活性化させるには一時的な減税よりも持続的な実質賃金の増加が基本だこのためには新規事業の創出や不足する労働者の効率的な活用のための 働き方の改革が必要となるところが労働組合の連合の支持に支えられている国民民主にとって働き方の改革は大きな負担となる現に政権公約にはライドシェアなどの規制改革や労働市場改革にはほとんど触れていない現状のままでは日本企業の投資は停滞する国内市場よりも成長する 海外市場を目指すでに,に米国への直接投資額では投資国別で日本はトップになっており今後 US スチールの買収ができればさらに膨らむことになるそうなれば日本企業の利益が増えてもその大部分が海外に再投資されるだろう日本国内の経済はあまり恩恵を得られないのだ今後米国などと異なり 労働力人口が持続的に減少する日本では企業の情報化投資などの拡大で生産性を高め実質賃金が持続的に上昇しなければ国民生活は向上しないそのために鍵となる労働市場の流動化に結びつく制度や規制の改革を軽視する政策のままでは国民民主党の将来は暗い与党の政権運営が 国民民主の存在に依存するのであれば与党の未来も暗く国民の未来も同様だ社会保障改革に期待社会保障分野の改革ではすでに所得が一定水準以下の層の所得を保障する給付付き税額控除などの導入が挙げられているこれは国税庁が所得のある者には税金を課し逆に所得のない者には税金を還付する仕組みである そのためには現行の生活保護の受給者は働くとむしろ不利となるという生活保護制度の改革が前提となるまた生活保護という国の支援を受ける前提として家族の扶養義務優先という家制度の改革を実現できるか自民党の保守派を上手に説得できるかどうかは全くの未知数である筆者が国民民主党に期待したいのは 民主党の重点政策でもあった基礎年金の税方式化であるこれは現行の国民年金保険料を年金目的消費税に置き換えるもので既に保険料を納付しているものには増税にはならない強制的に徴収する税方式にすることで未納納付者がなくなり年金財政の安定性が維持されるまた 20歳以上の国民全員に基礎年金が保障されるため現在は会社員や公務員の夫配偶者に扶養されて保険料を納付しなくてもいいことが多いパートタイム主婦も実質的に納付することになるため働き方の壁も自動的に解消することとなる働き方の違いにかかわらず年金の公平性も確保されるわけだ 国民民主党が現役でバリバリ働く勤労者の税や保険料負担を抑制し、手取り所得の引き上げを打ち出したことは、もっぱら高齢者福祉を重視してきた与党との対比で高く評価できる。ただ、今後、実質的に政権の一翼を担う立場になる以上、新しい政策の財源をどこに求めるかといったバランスが重要となる。 そのためにも、目先の減税だけに依存するのではなく、日本経済の構造改革を通じた、成長戦略重視の政策を期待したい。以下は、ネット上の意見をまとめたものです。国民民主案で高所得者ほど、減税の恩恵を受けられることが不公平だという主張は一周すべき。すでに累進課税等で、納税額も大きいのだから、岸田政権がやったような定額の還付は本来、 ナンセンセスこの記事の筆者はまるで立憲民主のような主張をしているが財源論を言い始めて何もしてこずに招いた失われた30年をさらに伸ばしたいのか財源論はそもそも113兆円という膨れ上がった国家予算から無駄を排除してから言うべき国民民主が主張するようにこれまで絞り取ってきた国民の手取りを大きく回復させ 景気を回すことが重要だ国家経営は経済学的視点だけバランス重視だけではうまくいかないと思います収入を顧みない支出増加では破綻しますが税で景気調整しないのも必要な支出をしないのも間違いだと思います特に地震や異常気象が原因の予想が難しい農産物不作が多い時期なので バランス重視一辺倒では危険でないでしょうか。NISA を始めてみたのだが、投資信託の投資先が外国企業ばっかり、そして銀行の利息とは比べ物にならないぐらい利益が今のところついてる。嬉しい反面、皆が海外に投資して大丈夫なのか、と心配になる。手取りを増やすとますますぶっ込む人増えるでしょう。食費にも困る。 低所得層へののピンンポイント的なな支援をしした方がいいのではないでではょうか。減税はもともと納めてる額が少ない人には恩恵が少ない今の税率8%の商品を例にするのは簡単にできるのでは少子化や労働力不足教育の問題になるとヤフコメでは例乱大学減らせってコメントあふれるけどどの政党も候補者もマスコミもコメンテーターも誰も言わない。 大学増えたのは、天下りも原因だけど、政治家とジャーナリストの再就職先だからです。これを言ってくれる政党が出てきたらいいけど、出るわけないか。